さん、はい、クレマグのウランです。おはようございます。というわけで今日はモッパンです。まあ、モッパンって言っても今日用意してるのはセブンイレブンに今行ってきたんですけど、まあセブンイレブンで気になるものありすぎたので、まあせっかくなら動画も撮ろうかなということで気になるものを買ってきた次第でございます。まあ気になるものって言ったらなんかすごい大きいものばっかになったんですけど、まあ一緒にご飯食べてこれたらなって思ってます。それでは早速食べていきましょう。せーの、マグネ。では温めたのがとりあえずこれとこれなの。一番最初に食べたのはこれとこれだから、こっちは食べれたら食べる系。でも紹介するね。まず1個目、こちら、こちらは中華弁当ホイコーローです。炒め物、ホイコーロー、エビチリ、ご飯が入ってます。ででん、これは、スタミナラーメン、ニンニク系のラーメンだね。辛口スタミナラーメン500円です。まあ、ラーメンで新しい種類が入ってたので気になりました。ででん、はーい、買ったものが届きました。これね、これは鶏鍋豚醤油豚骨味、醤油豚醤油豚骨醤油味なんですけど、これはあさみのおすすめで、この鍋一つでタンパク質が 33g、 まあ1食分ぐらいあるんですね。まあいっぱい食べたいけど、まあタンパク質もいっぱい取れるということでダイエット食らしいです。すごい美味しいって言って最近これにハマってて、今からセブン行くって言って絶対これは食えって言われたので買ってきました。あとは普通に最近チキン南蛮にハマってて、冷凍でチキン南蛮が出てたので買いました。では早速食べていきます。まあまずはこれでしょ。ちょっとね、段差があるので取り分けたから食べたいと思います。はい、こんな感じです。でスープはもう液体状で入ってて、チンすると温まります。でね、結構ねちゃんとしたニンニクとかも入ってるの。よいしょ、いただきます。うわ、鶏皿に取って食べる。うん、うん、おいしい。あ、結構ピリ辛だわけど、あ、辛い。うん、これはお家にいる時だけ食べた方がいいかもね。結構ニンニク臭が半端ないかも。でもパンチがあってすごい美味しい。上が結構ねあんかけで、ちょっと卵とかも入ってるのかな。いやでもこれは辛い人は苦手、辛いの苦手な人は結構辛いかもしれない。唐辛子ってかこう豆板醤系が入ってる気がする。うん、うんうん、これ開けますね。ホイコーロー、卵とキクラゲの入り付け。優しいお味。俺は白米に合う。結構今日はいっぱい買ってるけど、普段なら全然これだけこれだけって感じですからね。心配しないでくださいね。うん、この水はプラザで買ったやつ、普通にお水です。パッケージ可愛いよね。普通にパケ買いしちゃった。エビチリ、ヘブンのエビチリ好きだな。うん、何言ったんだけど。
届くのか。うん、さっき届いたやつですね。今回買ったのはペコクラブのなんですけど、うち自分の部屋にあのお風呂のマットを敷いてるんですよ、入り口にね。でもあれはお部屋で使いたくて、でもお風呂のとこも可愛くしたいなと思って、あの洗って買い替えられるように同じやつ2枚買いました。可愛いでしょ。これバスマットなのね。やっぱバスマットも使えば汚れるので替えが欲しいなということで2枚買いました。そして今回はそのやつを、嬉しい、紫だ。このポストカードがついてくるのがすごく欲しくて、何かしら絶対買わないとついてこないから。でこのねペコクラブの文字がなんかいろいろあったので、うち紫かピンクがいいなと思ってたら、でね、みんな見えてます？やった、紫です、飾ります。マジつむつむにはまりすぎてやばい、マジ本当に時間があればつむつむって感じ。移動時間もつむつむ、お風呂の時間もつむつむ、おトイレもつむつむ。おトイレぐらい話せよって話なんだけど。ちょっとこれに開け閉めします。リリンス、まあ、見たことない人いるかもしれないんですけど、私はラーメンに酢をかけるっていう味変好きです。大の酢の酢がお好きです。マイ酢、何にでも酢は合うからね。うん、うんふん、うんふん、これ食べようかな。いいよね、こういうさ一人前のさ買えるっていうのが。一人暮らしの時とかマジチキン南蛮とか作れない、手間かかりすぎて。もう買う、買うの一択。家族と食べたら結構30分とか1時間ぐらいご飯食ってるけど、一人でご飯食べるときは言うて20分ぐらいかな。なんか別に喋る人もいないし、なんか黙々と食べるからすぐ食べ終わっちゃう。一人暮らしは結構早食いになっちゃう。やっぱさ、お弁当とラーメン食べたらさ、そりゃ腹いっぱいになるよね。うん、おいしい。やばい、もう麺がないよこれ。ニンニク溜まってる。マジニンニク大好き。マジ辛いかもこれ。うん、あ、辛い辛い辛い、結構辛い、なのでご飯でチンか。まあまあお腹いっぱいだよ私。これはまた別で食べよう。うん、うん、うん、美味しかった。あやたか、もう12月、2021年もう1ヶ月終わろうとしてるのがマジで怖い。月日早い、もう私の誕生日1ヶ月後ぐらい、もうやった。どうしようって感じなんですけど、あーすごい美味しかった。というわけでまた次回も美味しいものをお届けできるように
画面のそっちまで匂いとかが伝わるように、あの一緒にねご飯食べてる雰囲気で動画撮っていければなと思います。またもっぱんやりますので、リクエストなどはコメント欄にお願いします。それでは以上、ウランのもっぱんでした。また一緒にご飯食べようね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。今の私は鉄火丼とうどんを食べました。あとはラーメン食いたい。